ですね。それからこの北米アパッチからハワイにやってきた、それを証明するためにハワイからパッチに向かってこの北米アボを発射した。同じ方法ですよね。無事に成功したんですね。太平洋のど真ん中は風が吹かないですから、1週間ももうその場にとどまった。そんな北米アボ、これがなんと世界一周したんですね。すごい。それでハワイに帰ってきた時にお祝いでこの曲が作られたんです。お届けしましょう。曲はカオマンの海道はオー北米アその中で外人